アニョーン、アニョーン。ヨブとヨブチャンネルの J とおよねです。今回は J の毎日メイクをちょっと撮ってみました。ちょこちょこ私も参加して私のヘアセットのことなんかも説明してます。はい、およねはねすっぴんなので毎日メイクないんです。それでは見ていきましょう。チューバーチューバー。ヤバちゃん今から化粧します。化粧します。髪の毛とさそのボトルがさ同じ色だね。本当だ。顔に水分を与えます。プライマー、これマックで出てるやつなんですけど、これするとしないで結構大違いだった。塗るだけで結構化粧が浮かなくなるんですよね、ファウンデーションが。なので私鼻周りとかこの顎周り額ぐらいよく塗っています。あのイブサンローランから出てるこのプライマーなんですけど、肌の毛穴の凹凸とかをこの子が平らにしてくれる感じがするので、この毛穴が気になるところを主に塗ってあげてます。でプライマーが終わったらとりあえずコンシーラーを少し隠したい部分だけこんな感じで塗ってあげて、パフでもうちょっと境界線消してあげて、その後にそのまんまファンデーションを塗る感じにしてます。綺麗にこうカバーするんだったらスポンジとかで叩いた方が確実にいいんですけど、時間かかるしね、めんどくさいんですよね。この間髪の毛を紫にしたんですよ。本当はねピンクの方が良かったんですけど、ピンクの色が髪の毛が傷みすぎたせいなのか入らなかったんですよね。最近なんか紫も抜けてきてシルバーになってきたね。もう苦くい。ありがとう。ファンデーションをしましたら今度はシェーディングです。私は結構このエラの部分がめっちゃコンプレックスなんですよね。でだからここのエラを集中的に削る。なかったことにします。はい、なかったことにします。であと鼻の筋もね気になるから、鼻の筋も高くするためにねシェーディングをしてあげます。これやるだけで結構ね顔の印象が変わるから、シェーディングほんと大事なんですよね。なんか立体的に見えるっていうか、本当は顔が私とっても平面的な顔なんですよね。いいんだけど化粧したら立体的に見えるように作ってます。で唇の下も塗ってあげる。あ、今日ねペアルックなの色違いね。あとねチーク、頬骨の上にこんな感じでほんのりと、おおすごいピンクになってあげますね。うん、でこのパウダーで固定させる、ハイライトをします。鼻筋で自分がね強調したいこう出てほしい部分にだけこれ塗ってあげます。これでも液体なので結構ね量の調節が難しかったんですよね。なんだけどこんな感じで片手に取ってこうやって叩いてあげたら結構ね自然な感じで入るんですよね。次はアイメイクに入ります。まず眉毛描いていきます。眉毛はこれがケイトのアイブロウペンシルなんですけど、結構ねこれが細くて描きやすいんですよ。だいたいね私眉毛がもともと太いし濃いんでね、そんな強調して描くことあんまないんですけど、その地眉毛の上を沿うような感じで整える感じでいつも描いてます。でちょっとねおかしいなって思うところはこうやってブラシでねぼかしてあげるの、したら自然な感じになる。んでマスカラ必ずしてあげるんです。一番明るい色なんだけどこれねしてあげないと本当にね眉毛がおかしくなる、自然じゃなくなる。で髪の毛がねちょっと紫なのでピンク系のアイブロウマスカラ持ってるんでちょっと塗りますね。髪の毛今日上げた方がいいかな。あーどうなんだろう、もう上げた方がかっこいいかも。普通、普通もかっこいい。上げてみて、上げようか。なんかセクシーなイタリア人みたいな感じセクシーなイタリア人わかる？はい、アイメイクをしていきます。最近ねめっちゃハマってるこのねチョコレートのエチュードハウスのアイシャドウを使います。美味しそう。
ね、これねめっちゃ可愛くて2つも買ったけど、これがねオリジナルだからね、これだけを買おうとしたんですよ。なんだけどやっぱ買うんだったら両方とも揃えた方がいいなと思って両方買ったんよね。でも色的にはこっちの方がめちゃくちゃ合ってた私の肌に。こんな感じになってるんよ。なんか自分が使いたい色をその時その時変えて使ってる感じ。大きめな腕で全体をこの色使って塗ってます。で下の涙袋のところも少々塗ってあげるといいかも。でその後にこのちょっと赤みがあるこの色を使って二重まぶたのところを中心に塗ってあげます。でこういう太いブラシでぼかしてあげる。境界線が開けるしたらなんかおかしくなるからぼかしてあげた方がいい感じだと思います。はい、次はアイラインの方をこっち側のこの暗い色で塗ってあげます。で下のとなんだっけ忘れた、ソンロンソ、まつげ、下のまつげの方もこの色で、上で使ったの残りのもので下も塗ってあげる感じで、次はアイライナー。なんか昔は黒のアイラインをよく使ってたんですけど、最近はもっぱらも茶色のアイライナーしか使ってないです。ギリギリのまつげのところを埋める感じで、でそのアイラインを固定させてあげます。これもさっき使った筆とこの色、暗い色でアイラインの部分をこうやって固定させるの。こうしたらね絶対落ちないの。あとはビューラマスカラを使います。広いマスカラがもう大好きでいつも使ってるんですけど、ロング&カールですね。これ安いしね、あと落ちないよね、だからめちゃくちゃ好き。はい、目は終わりました。次はリップですね。リップは私最近これにハマってて、ローメンさんのこれねピンクパンプキンっていう色なんですけど、11号、あの自分の肌にめっちゃ合う気がする。ピンクっぽくもあるしオレンジっぽい感じもする、赤っぽい感じもする色なんですよね。これ今完成なんですけど、これを固定させるためにフィクサーを振ってあげます。大事で、いつもよく使ってるのはこの2種類なんですけど、私が一番好きなのはこのアバンディケイのフィクサーなんですよね。なんだけど、まあ、ない時のためにこれを使ってます。でもこれはねなんかよく韓国でラクダが唾吐いてるみたいな感じで言われてるんやけど、もうまさにそんな感じでね、この粒子がね大きいんよ。こんな感じになるんよ。ラクダが唾吐いてる。そうで、なんだけどこれは本当になんかね細かいの粒子が、だからこれ本当最高。はい、この状態でねこれ乾かしてあげます、しっかりとね。うん、可愛いですね。ありがとうございます。で、あとは髪の毛ですね、うん、私は髪の毛終わりました。あー素晴らしい、かっこいいですか。ちなみに中性ボーイッシュの方、こういう感じでね髪の毛をセットするときはこちらおすすめです。ヘアジャムの黒、うん、こちらおすすめです。これね、あとスプレー、モデルはね私あのリバーフェニックスとか、うん、レオナルド・デカプリオのロミオとジュリエットの時の髪型がすごい好きだから、うんうんうん、いつもそれを思いながらセットしてます。以上です。はい、私髪の毛セットしてきますね。はい、完成しました。髪の毛もしっかりねしてきました。どう？やっぷんだ。やっぷんで？やっぷんだ。ありがとう。以上 J の毎日メイクでした。この動画が面白かった人はいいね、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それじゃあまたね、バイバイ。かわいい、かわいい、あ、ちょっとそのままして